蜂蜜酒。今度は懸賞金を出して、お遊びは見つけたぞ。
出発しますか。行くぞ。うまくいったか。正直無理だと思っていたが、見事にやり遂げてくれたな。そうだったな。さあ受け取れ。それじゃ失礼させてもらうよ。今度の戦いでは勝利がもたらされんこと、これは傑作だ。遠州にそそのかされでもしたのか。お前は本当に清掃の将？光栄なことだ。そのような代物をこの大学が所有できるなんて、名誉以外の何者でもない。全く新しい研究の扉を我々に開いてくれる。ああ、セプティマスに見せてやりたかった。感謝している。どうかこれを受け取ってほしい。
清掃の書とは比べるのもおこがましいが、私の気持ちだ。お前のことは後世まで語り継がれるだろう。じゃあな。モーサルで一番の戦士は俺だ。自慢じゃないがな。ああ、その、なんというか、あれやこれやだよ。衛兵にはなれなかった。頼んではいるんだけど、だから、来る仕事は拒まず、何でも引き受けるつもりだ。じゃあな。あら、かわいいじゃない。きっと男どもみんなに追いかけられるわよ。
近寄らないで。そろそろ終わらせてやるわ。やめろ。ジョリックのことは気にしないで。怒ってるわけじゃないの。本当よ。私の兄弟は神経質なの。何かに気持ちを集中することが苦手みたい。治癒士に見てもらうため、ホワイトランのキナレス聖堂に連れて行ったんだけど、何の異常もないと言われたわ。ホワイトランに行くんでしょ？この手紙を女司祭のダニカ・ピュア・スプリングに渡してくれるかしら。ジョリックの健康状態について書いたメモよ。ありがとう。じゃあね。まだここです。先に行ってくれ。ついていく。普通の人じゃないよね。他の誰とも違う。モーサルやスカイリムの人でもない。呪文は好き？ファリオンが私は覚えるのがうまいっていうの。呪文を覚えるのが好きなんだ。市長と一緒に何かしているのなら、まずはこっちに話を通せ。ああ、あれを見たのか。モーサルでは最近揉め事が絶えない。人々は不安を感じていて落ち着きをなくしている。皆市長に秩序の維持を求めているだけなんだ。
帝国に対する反乱が起きたという知らせがあった。奇妙な声が夜の沼地から聞こえてきたらしい。するとその後、クロガーの家に悲劇が起きたんだ。男たちは単に知恵を求めている。やがて万事は解決するだろう。この広間にいる間、ギドグドット市長を敬わぬことは許されない。分かったか。それでは自分の仕事に取り掛かってくれ。また今度。モーサル、そして私のところへ来る定めだったんだね。それがどういう意味を持つかは今に分かるさ。いや、クロガーの家、火事で彼の奥さんと娘さんが亡くなったのよ。みんな今じゃ呪いのせいだと信じてる。それを否定する気はないよ。クロガーは妻が熊の油を火の中にこぼしたせいだと言っている。あいつが自分で火をつけたと思っている者も大勢いる。欲望のために人はとんでもないことをしでかすものさ。あいつがアルバに誓いを立てたとき、灰はまだ暖かかった。噂やデマを根拠に？無理だね。でも外から来たあんたなら真実を突き止められるかも。誰も怖くて触れようとしない灰を調べてごらん。何かがわかるよ。もしあいつが有罪か無罪かを明らかにしてくれたら謝礼を払うよ。得体の知れないものには不安、そして恐怖さえも感じるものだ。それは不思議なことじゃない。新しく住み着いたウィザードを恐れている者もいる。だが彼のことが分かってくれば受け入れるようになるだろう。時が経てばそれが正しいと分かるさ。じゃあもう邪魔しないで。誰？お父さんなの？ヘルギ、でもお父さんがよそ者とは話しちゃダメだって。あなたはよそ者？知ってるの？大好きなお人形を作ってくれたのに見つからなくなっちゃったの。あなた本当によそ者じゃないの？煙で目が覚めたの。暑くて怖くて、だから隠れたの。そうしたら寒くなって暗くなったんだ。もう怖くないの。でも寂しい。一緒に遊んでくれる？いいよ、隠れんぼしよう。私を見つけられたら教えてあげる。でも夜まで待たなきゃならないわ。もう一人の方も遊んでいるから、それまで出てこられないの。教えられない。聞かれているかもしれないから、すぐ近くにいるの。先に私を見つけたら、教えてあげられるわ。
失声が火事の原因調査を依頼したそうですね。かわいそうな子、人殺しの父親を公主刑にしてほしいんでしょう。市長に伝えた方がいいでしょう。また今度。ブロガーは有罪か無罪か。ここでは霊界が強いんだ。墓地を調べてごらん。きっと彼女が見つかるよ。ブロガーの運命はあんたの手の内にある。